用意スタート。光栄の名作アクションゲーム、新三国無双3のレアアイテムゲット動画、始まるよ。今回は別エア軍を取っていきます。場所は同館の戦い、遊戯軍シナリオです。さてでは早速準備に移りましょう。武器は有機戦です。まずはアイテムチェック。別エア軍。弾力レベル3。精油炭レベル20。ヤッコがレベル20、炎武功レベル18、溶血核レベル20、自重を装備させます。続いて、護衛艇編成に移ります。人数を0人にして、編成は終了です。それでは、行くぞ！それでは、アイテム取得条件の解説をします。馬にのタクラムイベントと貫通離反を防ぐイベント発生後、騎乗状態で北東部に侵入すると出る効果から入手できます。一気に攻めるぞ。ちなみに馬強を選んだ理由ですが、馬にのタクラムイベントのためと、敵を倒しやすい馬強チャージの扱いやすさで選びました。お、珍しく一騎打ちを受けるようですね。果たして結果はどうなることやら。ちょっとね、これとか関連してくれ、そんな話聞いてないから、関連してください、以上よ。最悪のような発散だし、受けてもらったんで、気持ちだけは、気持ちだけは出してください、お願いします。不安誰か助けて。雑魚がおととい来やがれってんだ。別に焦ってなんてないし、わざとだし。なんとか勝てましたね。慣れないことはするものじゃないですね。馬強の馬強チャージがあるし、大軍を中で使うとそりゃもう快感を覚えます。我らは威水を超え、北より道館を攻める。一気に勝ったので士気が上がりましたね。戦したのも無駄ではなかったですね。敵軍の士気を下げつつ、こちらの士気を上げるため増量も力よく倒しましょう。ただあまり時間をかけると特定の部隊がピンチになり、貫通が裏切る元になるので、ほどほどにしましょう。おっと、成功がやってきましたね。こちら辺で敵を倒していれば、大抵の場合はやってくるので倒しちゃいましょう。いない場合はここの拠点付近にいます。探して倒しましょう。さて、上限に時間を使うのもないなので、武将を倒しに行きますか。もし危にアイテムを持ってない場合は、武将が乗っているものを自爆するとのおでしょう。では奪うのみ。ただ普通の馬は別栄のような気が飛行車は乗っていないので、落馬には気をつけましょう。探しましたが、これが早々の作イベントです。やっていれば普通に起こるイベントなので、説明は省きます。さて、それでは北西に向かうことにしましょう。話は変わりますが、ご視聴やコメントをしてくださる皆様ありがとうございます。皆様のコメントいつも楽しく拝見しています。見ているとまた動画作りを頑張ろうという気持ちになります。この場を借りてお礼を申し上げます。さて、話を戻しまして、時は一刻を争うので、北西の拠点が落ちる前に徐行部隊をとっとと倒してしまいましょう。徐行部隊は強化状態ではないので、楽々倒せます。いやー、味方拠点強制が危ないところでした。が、間に合ったのでよし。拠点成長はあまり強くないので、あっさりやられるので気をつけましょう。敵将撃ち取ったり。これで一応は難を逃れましたが、念のために近寄ってきています。敵は倒しましょう。ここまで来てやり直しはしたくないですしね。遅れを取るな。この戦地が馬強同様のイベントです。待っていた。馬強で馬強チャージやってる時が一番無双やってる感ありますね。
敵をあらかた倒したら北の敵拠点を倒し、そのまま北東の部隊もある程度殲滅しましょう。さてそろそろコメント返信に移ります。9はい、用意スタート。現状、自分も入れようとして悩んだのですが、その回は入れませんでした。でも次の回からきちんと入れたので。9ホムラ陣営とかよ、クソ格好よい。二つ目持ちの高順はいつ顔がつくのやら。無双ってなんでこれをプレイアブルにしないんだってキャラが多いですよね。予霊機で立ちワンチャンあるとは信じたい。勝ちにか9には出てほしいとこですな。9欲が久々にピックアップされたまま猛将でダメだったからないでしょうね。高順のプレイアブル化してほしいというコメントに対してですね、信じていればいつか来るかもしれません。そして待ちましょうぞ。9このシリーズ大好き。無双シリーズいいですよね。自分も大好きです。 T7 with 猛将伝までは一部を除きやりました。戦国無双は1に真田丸まで一部を除いてプレイ済みといったところです。9頑張れ、期待しとくぜ。応援感謝です。ご期待に添えるかわかりませんが、これからも動画を上げていくので気長にお待ちくださいませ。おっとコメント返している間に危ないことになってますねー。一部とも返信中断しました。我らも遅れを取るな。これが馬に目がくらむイベントです。馬がこんなにいるぞ。捕まえろ。この馬は俺たちのものだ。ここから長くなりますゆえしばらく倍速にします。馬強の攻撃の掛け声が猫みたいで可愛くなってますね。さてコメント返信に戻ります。無敵が発砲の中あるから逃げるしかないのよね。俺もよく死んだ。そうなんですよ。いくらこちらが強くなっても負けてはないからどうにもならないんですよね。一度でいいから勝手に回収。絶影時間で赤ウサギに乗ると絶影効果も少しいいぞこれ。ですね。絶影のフラッグ効果は場を乗り換えても継続されるから落ちないんですよね。ただその効果は装備したアブミ自体の効果なので、セット場から絶影に乗ってもフラッグ効果はつかないんですよね。知らない人用に一応証拠動画をお見せします。 1P 強運にセット場を装備させ、 2P 馬強を絶影アブミにして検証。強運がセット場から絶影に乗り換えるとどうなるかという趣旨のもと撮影。結果は落ちてしまいましたね。この通りステージ中は装備したアブミの効果が大絶します。もし別の場合は絶影アブミの効果で落ちずに絶果が乗り続けることが可能です。鬼に金棒が打ったところです。おー開いてんじゃん。ここで天津さん副選手の動画に切り替わりますのでご注意を。ではまたコメント検討していきます。9さあ弟来たから来た。一時の日をねえわらわら。例のおかげさの特別ね。いいのないかなと思って思いついたのがそれです。少しでも受けてよかったです。9同時に少し前も立ててもよいかも。セリフがギチギチですもんね。次はからある程度間隔を空けて話すようにしましたが、さらに間を持たせた方がいい場合は教えてください。9この頃の装備アイテムのレベル上げは非常に苦労したぞ。ですよね。かなり運要素が強いのでレベルがなかなか上げられないです。全部をカンストさせようとしたらそれはもう気が遠くなる。自分は全武将の能力フルで心が折れたのでアイテムはしてないです。一時コメ返信中断します。ちなみにこのゲームにはエディット武将以外に有効度が設定されており、
有効度が高いと義勇武将として味方軍に援軍。有効度が低いかこのように鋼鉄種武将として敵軍に援軍として出てきます。鋼鉄種武将は普通に強いので腕に自信がない場合は逃げましょう。ちなみに今の関空のセリフが罹患阻止成功の合図です。前もって北東に入っておいたのでそのまま貴重品ボクスが出てきましたね。そしてクリアしましょう。さてまた米変身兵中。この頃の敵向きは無双八に帰ってきてほしいな。ですね。モーションかぶりでもいいから出してほしいかもです。あとできるなら昔の無双のようにキャラは固有武器のがいいです。全員がどんな装備でも装備できるので結局固定の強武器か使われなくなり、むしろ自由度が減った気がします。検品があればデメリットなく使えますしね。一応固有アクションはありますが、それで差別化が図られているかというと正直微妙なとこです。話は変わりますが、皆さんは新三国無双さんの無双モード技を食どこから始めますか。実は無双モードは食分シナリオを一番最初にやっています。理由としては馬強を早めに仲間にしてディッパ武将やりの馬強の遅いを得るためと、この絶栄を早く得るためです。絶栄は海がある、なしで難易度がガラッと変わるため早い段階で取れるうちに取っておきたいのが本音です。おっとクリアし終わったようですね。それでハリザルト画面に行きましょう。そうだよ。無事絶栄矢組ゲットできましたね。それでは今回はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。